天保騒動。天保騒動は、江戸時代後期の天保7年、1836年8月に、海国で起こった、百姓一揆。海の東部の軍内地方、鶴郡から発生し、国中地方へ波及し、一国規模の騒動となった。別姓に、軍内騒動、海一国騒動、甲州騒動。海の国は1724年、享保九年に、幕府直活領 天領化され、甲府町方を管轄する甲府金番と三分台館による在方支配が行われていた。甲府盆地を抱く、国中地方では近世に神殿開発が進み国葬地帯となり、国内で産出した米国は、甲府豚や仲間が統括し、一部は品の国から移入された米国と共に梶川賀沢ザワに集積され、藤川州運を通じて江戸へ改装された。 一方、山間部である、軍内地方の制業は、工作地が少ないことから、山稼ぎや、軍内式の生産など、農館漁業の依存が強く、必要な米国は、国中や相模国、駿河国からの移入に頼っていた。完成年間には、港布団や仲間が弱体化し、梶川塾、現、藤川町梶川の米国省が買い占めを行い、 買い米として輸出される米国が増加し、シナノから買い付けを行う商人も進出したため、米価の高騰が発生してた。1833年、天保4年には、全国的にも米価による協作のため米価高騰や、基金が発生しており、天保基金、米価の影響は、軍内地方において深刻で、国中でも八代軍夏目原村、笛吹市三坂町の聖夏目家の日記では、 霊下の影響を50年以来無覚の強作とし、天保騒動で打ち壊しの対象となる山梨郡万力筋、熊野道村の奥江門家ではこの頃すでに打ち壊しの空気が発生しており、甲府町方でも施情不安が伝わり動揺が生じている。信濃国高等藩や同国諏訪藩では、後進国境に 国止め番署を設置して多量への米国流出を防止する国止めを行っており、海の川でも交付金番が大官フレガきを通じて国止めを行っているが、施策は不徹底であったため米価は一時的に安定したものの1835年、天保6年には再び上昇し高値傾向で推移していた。軍内地方では文化年間の織物不況による打撃を受けていたが、 そこに、天保基金の影響により、谷村の米国省が、米国の買い付けを行ったため米価高騰が発生し、同じく社会不安が広まっていた。天保7年8月17日、1836年9月27日、夜半、谷村では下谷村金号白姓による、米国省居宅への打ち壊しが発生し、騒動の発端となった。谷村には、 伊沢大官所の出張陣屋である、谷村大官所が、所愛しているが、元締手代、山内さ内は、不在で、伊沢陣屋から、下半手代、松岡刑事が出張し、関係者の処罰と村々への取り締まりを行い、収集される。一方、谷村での打ち壊しと同時に、鶴群、下和田村、大月市七歩補下和田信七々、自在門、道群県目村、 上野原四県目の平助は、道郡長、沢村、大月市で合流すると、米価引下げを求めた合祖を計画し、期税の、頭取りとなった。また、黒野田村、大月市笹子町黒野田の名主、村井氏の大順が交流を寄草した。アップは、天保七年当時七十歳。五人家族で、持ち高は、一石六刀であるが、徐々に減少し、農館漁業を行っていた。 また、無宿人、無来のいたずらを従える親分であったという。平助は、天保七年当時四十歳。生は、水越で、三人家族。犬目宿で旗小屋を営む。矢号は、水田屋。水田屋の経営は、先代の代から悪化し、平助は、放棄に際して、妻に離縁状を出している。なお、部七、平助両名の騒動後の動向は後日。 ブナナ、平助は、身分不相応のものから、貧民救済のため米、金を5家年符で借り受けて貸し付け、国中の熊野道村、笛吹市カスガ町熊野道、奥江門家に代表される国中富裕農民に、米の買い占め停止され、米国を、軍内に放出させる計画を目論む。熊野道村の小川奥江門は、軍内へ米国を商う、穀物省で、天保基金に際しては米国を、 開始め、軍内では、米化高等の元凶と認識されていたという。両名は、軍内美白省の集結を促し、軍内勢を率いると、山梨軍万力筋、熊野道村の奥江門を標的に、国中へ向けて出発し、道中各地で打ち壊しを行い、奥江門宅の打ち壊しを行うと既存した。軍内勢は、当初、ブナナ、平助に統率され、 百姓一揆の作法に則っ,った活動を行っていたが、国中に至ると、悪党と呼ばれる国中百白将や、無宿人らが参加し、騒動は激化、無秩序化する。無宿人に引きられた国中税は、軍内税と分かれると暴徒化し、鉄砲や竹槍などで武装し盗みや、火付けなどの逸脱行為を行い、村々に対して1期への参加を強制した。 国中勢は8月22日には、伊沢塾、笛吹市伊沢町を襲撃すると二手に分かれ、一方は、甲州道中から、甲府町方、甲府市へ向かい、一方は、笛吹川沿いに南下した。甲州道中を進んだ、一気勢は、翌8月23日に、甲府町方を守備する甲府近番、長見伊勢守、甲府大官、井上重左衛門の,の手平の防衛線を突破すると、 甲府城下へ乱入し、城下の国中街や、宇徳人らの屋敷を打ち壊し、火付けも行った。甲府城下の打ち壊しを行った、一気勢はさらに二分し、一手は、縁密寺村から、駒郡中軍筋、西条村、昭和町へ進み、西青沼町から飯田新町と打ち壊しを続け、荒川を経て、駒郡北山筋上石田町、甲府市、西綿田村、龍王村、 海野市西八幡、竜王まで進み、打ち壊しや火付けを行うと、釜梨川を溶かせず笛吹川筋で打ち壊しを続けた。一方、縁密寺村から南下した一手は、甲府近盤、長見岩見守るの手勢による追撃で一部が捕獲され、こちらも中軍筋をつくろ村に置いてさらに二手に、分かれた。一手は中軍筋、オーダー村に、一手は西条村にそれぞれ向かった。 総動勢は中軍筋、伏せ村、今福村において、打ち壊しを行うと、オーダー村孫目、以上の村はいずれも、中央市において合流し、笛吹川を溶かし八大院軍、西郡筋、上野村、市川三里町を経て、市川陣屋の存在する、市川大門村に到達する。市川大官、山口哲五郎は病床にあり、鎮圧の指揮は、 手代の高島二座右衛門が行っていたが、大勢の全退去する。総動勢は、市川大門村でも打ち壊しを行い、塔取りである、無宿上由井の旧兵衛は空砲であるが持参した、鉄砲で威嚇を行い、総動勢への参加動員を強要したという。総動勢はさらに、寸州王館を南下すると、梶じかざ塾において、打ち壊しを行うが、その後は、寸州王館を戻り北上し、 西郡理筋、青柳塾、西小寺村、天神中城村、長沢村、以上藤川町において打ち壊し続け、西郡理筋、諸沢塾、南アルプス市に至る。諸沢塾においては、村民からの反撃を受けるが、総動勢はさらに、稲崎塾から、山口口止め番所を越えて、西、大竹川村、北都市白州町に至り、後進国境付近まで達した。 8月23日に、甲府町方における打ち壊しを許した甲府金番、長見伊勢守、甲府大官井上十三衛門のは、品濃国諏は藩に出兵を要請し、国中諸村に対し一気勢の殺害を二つし、打ち壊しの法を受けた甲府盆地の諸村では、独自に、情報収集を行い防衛に努めている。また、御嶽山、金桜神社のご支修など、 積極的に騒動鎮圧に参加する者も,も見られた。品野諏訪藩では24日中に藩兵を派遣するが、軍内勢の基礎や騒動の収束を確認すると28日には、甲府を訪問し、品野へ戻った。幕府では、駿河国沼津藩、品野高等藩に対しても派兵を命じているが、両藩とも騒動の鎮圧を確認すると間もなく、引き上げている。 天保騒動に対して、伊豆国、駿河国、武蔵国に、相模国の幕僚を管轄する二大山大官の江川、英隆、太郎左衛門も騒動の波及を危惧して情報収集に努めている。江川は騒動の発生した天保7年8月に伊豆、駿河の海損を終えて、二大山大官所へ帰還したところで騒動の発生を知り、幕僚である武蔵、相模への波及を警戒し、 同月29日に、手代の斎藤役郎らと共に、明へ向かっている。江川は9月3日に、甲府大官、井上重左衛門のから騒動の鎮圧を知ると8月に帰還した。騒動の収束後に、幕府では、銀美役を派遣し、伊沢大官所において、取り調べを行う。軍内放棄の主導者となった、ブナナ、平助は、奥江門宅打ち壊しの後に、 一気勢から離脱し式損するが、ブナナは罪を被り自首し、捕獲された。ブナナは、伊沢塾、笛吹市伊沢町で貼り付けに処されることが決まるが、労使している。一方の平助は、海から逃亡し、関東から北陸、機内、四国、中国など各地を流浪している。平助には、旅日記が現存しており、天保10年以前には犬目村へ戻り、家族を連れて、 安房国木更津、千葉県木更津市へ渡り、奈良西に改正して、寺小屋を経営したという。上野原四県目の保守時の修文人別町や、子孫からの聞き取り調査によれば、平助一家は、安政5年、1858年以前に、安房から海へ戻り、平助は、慶応年間に死去したという。公領を寄贈した黒の打軸の大潤は、天保9年に、 伊沢大官所において入牢するが、翌天保十年に特赦され、帰郷している。騒動の鎮圧に失敗した三分大官に対しては、銀味への参加を許さず、板書や、牢の新築に際した経費を負担させている。銀味では、無宿人の頭取りをはじめとする500人、うち130人余りが無宿人以上が捕獲され、主食や炊き出しを提供した。 呂徳人や村々の騒動関与者も厳しく追求され、騒取り落人が、死罪、十七人が遠投となる。また、関与者を出した村々には、過料船が課せられたほか、三分代官も処罰されている。一方で、積極的に騒動鎮圧に協力した者に対しては、報奨が与えられている。騒動の一部始終は騒動機や河原版により、関東各地へ留付された。 特に、海の国と隣接する武蔵国多摩地域や江戸、関東各地においては、天保8年、1837年2月に、大阪で発生した大塩平八郎の乱や、天保年間に相次いでいた異国戦の来航とともに内遊として受け止められた。関東大官、江川の管轄する多摩地域の村々では、天保騒動を契機として、農兵渋滞が組織され、 天然微神流など豪農村を中心に自衛手段としての農村建築が活発化している。海の国では天保騒動の被害を図化した国絵図も出版されている。これは文政八年1825年に美信山の参経者向けに梶ジ沢、藤川町梶ジ沢の書誌、古吸や門絵文から出版された海国絵図をもとした天保騒動絵図で、 ふえふきしかすがいち国府の辻け資料として伝来している。る。天保騒動の後には、騒動を題材とした実録や聞き書きも刊行されており、公評団、公評団や、天保騒動期、公用乱暴期、海の国一期騒,騒動実期、海洋来所などがある。る。海の国では十九世紀初頭頃から、幕との活動が活発化し、天保騒動を挟んで幕末期には、 三井宇吉、竹安五郎、黒駒、活造、国武三蔵ら、公衆バクトと呼ばれる多くのバクトが抗争を繰り広げた。天保騒動では多くのバクトが騒動に加担して激化したことから事件を契機に海の国内ではバクトの取り締まりが強化されている。山梨県鶴市金内の養稚院には天保騒動の際に用いられたという竹ありが伝来している。 この竹槍には約900字の文字で騒動の発端から判決に至る経緯が記されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。